どうもこんばんは。なんかね、ちょっとあの真面目なコメントいただいたのでね、ちょっと紹介しますね。これはあの前回あげた動画あの、その内容はね、あの女性はあの大体、うんまあ、意味もなく男性を嫌うことも多いから、まあ、あんまり男性はあんまり気にしない方が楽なんじゃないかみたいなね、動画を先週あげたんですけど。 それに対するコメントですね。なんでそこでね、あのまあ、そういうな,なんか女性が、まあ、あんまり大した意味もなく嫌うことをね、まあ、僕は負の性欲と言ったんですけど、まあ、それについての,お問いあのお質問ですね。負の性欲って初めて聞きましたが、本当に存在しているのでしょうか動画内容だけでは本当にあるものなのかぬくぬく ぬくぬくさんだけの特殊体質を女性全体の性質だと勘違いしているのか分かりません。それが本当にある根拠が女性の生物学的な構造とフェミニストのツイートだけでは個人的な嫌悪感や差別的感情を正当化するために科学的 な、それっぽい話で嘘概念を都合よく作り出し、女性はこういう性質が本来備わっているのです。だから何があっても自分の意思ではないから、生理や妊娠、出産の体の不具合、非力さと同じようにしょうがないことなのです。と言ってるように感じました。根拠となる嘘情報を、あれ根拠となる情報源を教えていただきたいです。動画では省略しただけで、 誰でも納得できる信頼性が高いところからの情報が何かあるのでしょうか。男女逆なら、容少を馬鹿にしたり、大衆清潔感、挙動の指摘をして嘲笑するのは悪いことだとされていて許されないのは不思議だと常々思ってました。本当に生まれつきの性質なら納得がいくし、もうしょうがないですが、嘘生物学ではないんですよね。 申し訳ありませんが、謎のインフルエンサーが自分に都合よく軽く知っている科学をねじ曲げて、嘘概念を作り出しているのを何度も見かけるので、少し懐疑的です。詳しい情報源が知りたいです。ただの憶測ならマジレスして申し訳ありませんが、この考えが行き過ぎれば、差別や人権侵害を簡単に肯定できてしまうので、ちゃんとした根拠がある,あるなら、恐れを聞き、それを聞き、 お聞きしたいです男女どちらの性別にあってただ女性だけのものだと勘違いしている可能性もあるのでえっとですねうーんまあえっとあの、まあ、僕はね別にこれあの、まあ、うーんまあしょうがない、まあ、こういう本能があるから、まあ、女性はねなんかまあ性性あのまあ 1>, 1年間妊娠す,するとさ次に娠できなくなるじゃない。でそのためにそのためにはなるべくいい電子をね残した方がいい良いというなんかそういう本能,本能そういう本能みたいなのがあってあのそれで選ぶなるべくこう選びたくなるっていうのかなこう、男性を選ぶ選ぶ本能みたいなのが働くそれが嫌悪感としてこう 出るみたいなことを、まあ、言いたかったんですけど、まあ、でも別にそれだからといって僕はねあの堂々とこう嫌悪感をむき出しにしていいとかそういうことは全く思ってなくてまあ要するに性欲と同じですよいや男性だってさ、まあ、性欲があるのは当たり前じゃん、まあ、女性もあるよね 女性もあるし、でもだからってさそれをさこう緑緑にこう表現したらさそれ嫌われるあのなんか公共的に良くないじゃんこう嫌な思いをする人がたくさんするいるしだからま性欲はあってもいいけどそういう例は TPO を考えなさいとかね隠しなさいとか言うじゃないそれと同じで、まあ、女性もねたとえ負の性欲はあるのはしょうがない あるのはしょうがなないよ、なんかねこうやっぱりこう選びたくなっちゃうからなんか嫌いな人いたらなんかわって思っちゃうのはしょうがないよしょうがないけどでもだからってこうあのそれをこう嫌いだからだからしょうがないだろうってこう開き直っちゃいけないと思うんですよあのまあそれはそう思う性欲負の性欲ともにあってもいいけど それは、あのー、だからって人が傷つくことをやっちゃダメだとは思う。うん。で、うん。で、この根拠があるかどうかっていうのは、まあ、根拠は、これは僕、ただの僕のね、体感、体感で言ってるだけのことなんで、別に根拠はないですよ。あのー、なんか、まあ、ただ僕自身は、こう、まあ、生まれて、育ってきて、 でなんかこう男女ともにいろんな人と接するじゃないですか、引きこもりとはいえね。それでなんかこう男性と接するときになんか意味もなくこうモヤモヤとすることが多いぞということをね。あのそれでなん,かなんか嫌いなんだろうと自分の中で思うんだけどなんか別に大体嫌いになる合理的な理由ってないんですよね。だからうんだかかららまあそれは ほ他にもいろんなことがかあ,のあってそれで、まあ、これは結局性欲の反対のものなんじゃないかっていうふうにだんだん思うようになったんですけどで、まあ、そんなわけで別に根拠はないです。あのなんか、うん、で,でもね、まあ、一つ,一つその根拠と言えるかどうかわかんないけど一つの,あの補強になるという あの考えをね、一つ述べさせてもらうと、例えばさ女性はさ男性ともうどうしても物理的な力の差があるわけじゃない。で男性はさ、あのー、まあ子孫を残したい、まあ、どちらも子孫を残したいという本能はあるよね。より良い子孫を残したい。で男性と女性には力の差っていうのがあるわけなんですよ。なんていうかまあ今はねなかなかこうあの紳士的な社会になったからまだいいけどさ ちょっと前まではさ、まあほんな、法とかルールさえなかったらさ、まあ、男性は女性をこう力ずくで、まあ、うにゃうにゃできちゃうわけじゃないですか。だからまあ、そういう意味では女性っていうのは、まあまあ、基本的にせあのルールのない社会ではあのとてもちょ注意深くなければいけない存在なんですよ。で、力のない女性がどうやってそういう危険をね、 あの例えば妊娠、あのー、したくない妊娠をさせられないようにするかっていうとそれはやはり危険を早めに察知すするってこととしかないと僕は思うんですよねでだからなんとなく「あこの遺伝子欲しくないな」とか「これは望む遺伝子ではないな」っていう異性が近くにいるとなんとなく避けたくなる。 なんかそういう、なんかホルモン的な何かが働くのではないかと僕は思っているんだよな。うん。まあそんな感じですね。うん。はい。特に全くね、あの、信頼性はない情報です。はい。で、うん。あと、いや、差別あ、だからってね、あの、まあ、まあ女性は男性嫌いなもんだんだから、 もううしょうがねえだろうっていうだからだからお前らお前ら差別されて文句言う,言うなよって言いたかったわけじゃなくって僕はどちらかというとそのああこうこうこういう理由でこう女性はなんか男性のことどうしてもなんとなく嫌に思ってしまうことがあるからなんかもしそれをね感づまあそういうもしそういうねこう理由でね、まあ、嫌われることがあったとしても、まあ、あんまり気にしないでください。 くださいと僕は言いたかったんですよ。うん。で、うん。でもそれは、あの、確かにね、確かに、確かにとてもね、勘違いされやすい情報だとは思うので、うん、まあ、そうですよね。うん。まあ、大変。うん。まあ、こういうご,ご質問が来るのはとても理解できるし、誤解されても本当にしょうがないとは思う。うん。 あと、まあ、不思議なのがさの、確かにさ、こう、男性の方がさ、容姿いじりとかさ、臭いとかいなんか言ってもいいみたいな雰囲気はあるじゃん。なんとなくね。でも、まあ、基本的に僕はね、それも、あの、男性だから、こう、容姿いじりしていいとか、そういうのはね、良くないとは思ってるんだよ。うーん。なんか、こう、 なんだろうね、どうしてこれが許されてるのかっていうとうんな何だろうなんか僕のこう知人の一人では一人が言うにはこう男性は女性ほどこう容姿が悪いっていうことにこうコンプレックスを持ってない,ないというか致命的ではないみたいなこと言ってて。 まあ、俺は別に容姿とかいじられても別にな,なんとも思わないみたいなことを言ってる人もいて確かにこう女性ってやっぱ容姿め,めちゃくちゃ大事じゃないですか。こう容姿が悪い悪あの良姿が悪くてもお金持っていればいいっていう要素って、まあ、あんまりないと思っててだからそういう意味でこう女性に比べると男性の容姿が持つ 割合って若干低いのかなってないとは言わないけどそういう社会的なこともあるのかなとは思うでなんで臭いって言っていいのかってこれなんでなのかなってよくわかんないけどなんでなんでしょうね誰かあのなんかお考えある人いたらコメントとかで教えてください